こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは My Identity Erotic Art です。今日は約20点の私の作品をお見せしながら作品についてお話ししたいと思います。でこれからお見せする作品なんですけど、2004年から2018年の間に描いたり作ったりしたものなので、作風も結構変わったりしていて、あとエロティックアートなんですけど、私はエロティックアートにいくつかのコンセプトがあって、まあヌードを使ったものなんですけど、まあ子供が見ていいような感じのものもあります。それはまあヌードなんですけど、子供じみた冗談が混ざってたり、まあそんな感じのものですね。それからまあエロティックなすごいエロティックなものもあって、まあ性的なものですね。ヌードをモチーフに使っている場合もあれば、ヌードを使わないで性的なものを表していることもあります。性的っていうことは、私の場合は愛だったり、なんか愛っつっても幸せな愛っていうよりもちょっと幸せじゃない部分の愛とか、まあそれも冗談が入ってて、まあなんて言うんだろう、ブラックユーモアってやつですか、ナンセンスみたいなのですね。ヌード、まあ裸ですね、とセックスと、それからいやらしいとかスケベっていう、この3つのことは全く別物と考えています。裸だからっつっていやらしいわけじゃないし、まあ、セックスだからっていやらしかったりスケベだったりするわけでもなく、そういった部分じゃないことをエロティックアートで表現したいと思っています。まあほとんどはくだらないジョークだったりするんですけどね。作風もいくつかあるので、最初の方から最後まで作品を見ていただくと、まあまるっきり違う作風が出てくると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに、これ私がキッチンに飾っている作品なんですが、多分2010年頃描いたやつだと思うんですけど、あの男性の裸があって、なんか野菜があって、ネズミがいて、私はこんなもんキッチンにあったら嫌だなって思って、わざと面白いから飾ってるんですが、なんで裸の男が描きたかったかっていうと、なんかただ面白いからですね。あとこれも木の板に書いてあるやつなんですけど、魚がお尻を出しているのか、これが人魚なのかちょっと分かりませんが、ダイビングしてる人がいて、この人がいる位置とかよく分かんないけど、これはこれもユーモアですね。でこれはあの立体なんですが、木の板で作って、あの男性ですね、これで、あの後ろを向くと、うーんってこんな感じでお尻がついてたりします。これも面白いと思って作りました。男性ばっかりだったんですけど、女性をモチーフにしたものも入ってるんですが、これはピンナップみたいな感じですけど、これはもう色合わせがコンセプトとなっています。ピンクとか紫とかグリーンとか柄があってとか、そんな感じですね。これはダンサーっていう作品で、2013年の作品なんですが、この頃ダークアート、なんかこう暗い感じの、なんか内臓と飛び出たりとか、あの体の一部が切れちゃったりとか、若い人たちの作品が多く目について、自分でもチャレンジしてみたいと思って、ちょっとダークなものを結構描いてた時期があったんですが、良かったのが、今まで自分が知らなかったことかやってなかったことをちょっと試してやってみる時期になって、また違う作風とか作った時も、なんか新しいアイディアとか新しい考えとか、あの広い視野で新しいことっていつも取り入れると、エロティックに限らず面白いなと思います。チンポ草紙、エトの巻というあの冊子なんですけど、えとですね、あのこれはネズミ年、牛年、トラ年っていうのが、みんなウサギですね、ヘビですね、ん違う、これ竜だ、でこれヘビだ、あの全部チンポ、まあ男性器ですねの形になっていて、あと6匹いるんですけど、馬だとか羊だとか猿だとか、何これ、鳥だ
これは犬ですね。でイノシシ感じで、ただこれも面白いと思って描きました。私は動物好きなので動物愛好家の方はこれ見て怒らないでください。ではこの男性器についてなんですけど、さっき言ったのヌードとセックスとどうのって話、チンポって書いてありますけど、おちんちんでもいいし、名前は何でもいいんですけど、男性器っていうのは、人によって何を意味するかっていうのが変わってくると思うんですけど、人によっては性のシンボルだったりとか、また別の人によってはおしっこが出る汚いところとか、私にとってはなんか男の人の体にの前にぶら下がってる変な面白いものみたいな風に思っています。これは2018年に2年前に書いたもので、ロックスターとかっていうタイトルつけたんですけど、男性の裸ですね。少しなんかこんな風に出てて、こう下にも男性の裸がいて、あーって感じの作品です。これはなんだ、2006年のちょっと古い作品なんですが、でアフロでヌードっていうヌードを表現した作品です。なんかこれはいろんな違う人種の絵とかを描いてみようと思って、で描いたって感じですね。これは2010年の作品で、ヤギっていうタイトルでヤギの絵を描いていました。なんか2010年が多いですけど、この頃はなんかジプシーミュージックとかにハマっていて、なんかそれっぽい感じをイメージしました。でこれはデサイガで描いたんですけど、タイトルも何も書いてないな。裸がいっぱい出てきます。こんな感じですね。2011年のバックステージっていうタイトルで油彩で描きました。裸の男とか出てくるんですけど、動物とかですね。ここまでがセックスっていうものを表現しないでヌードっていうことを表現した作品でした。今度はセックスを表現したエロティックアートを見ていただきたいと思うんですが、これは2012年に描いた距離というタイトルの絵なんですが、油彩画で描いています。見てお分かりになると思うんですけど、女性の胸とか手とか人とかお尻とか、なんかそういうのが足とか書いてあります。この指とかはなんかそれは面白いなと思って、形的にこれを見てやらしいこととかも考えないですし、なんか考えたっていいんですけど、そう、性的なことを表現しています。2004年に描いていますね。この頃は何人かのアーティストでモデルをシェアして描いていて、なんかモデルの人がちょっとなんか自分の体に誇りを持っているような方で、なんか面白いので、で彼はこんなポーズは撮ってたんですけど、こういう行為はしていません。このタイトルはマスターベーション&ストライプスっていうタイトルなんですけど、でしたけど、でこれが誰とかってわけじゃなくて、ただ面白い絵ということで、でもとても性的なものですね。あとちょっとドローイングなんですけど、紙に描いたものなんですけど、これは2014年に描いた恋の禁断症状という絵なんですが、ちょっとかなり性的な雰囲気がします。これは心理的な感じをイメージしたくて、イメージして描いたものです。
あとこれは2014年の作品なんですけど、あの SM SM を書いたやつなんですけど、このなんか男の人縛られてるの、なんか私こういう趣味全然ないんで、なんか面白いなと思って、あのでこのミョンホンホンっていう角度とか、なんか面白いなと思ってこういうものを描きました。あとこれはウサギの絵ですけど、まあ男の人が出てきていますね。なんか裸とかは描いてないんですけど、なんか性的な感じがすると思いますね。これなんていうタイトルだろう。これはのっぺらぼうっていう2016年に描いた作品ですが、なんか裸とかは全然出てこないんだけど、性的な感じがします。裸とかね、なんかセックスの性行為の行為とかがなくてもエロティックな感じに、なんかなんかその多分心理的ななんか表現されたり、これ鮭の話で、あの鮭の産卵期にはオスとかが戦って、勝ったものがその卵に精子がかけられるんですけど、勝って受精するときにどさくさに紛れて軟弱なオスが精子をジャーってね、あの見計らったように、別の魚がちっちゃい魚がピョンってきて、あの一緒に精子をかけてしまうっていう話を聞いて、あの描いた絵ですねこれ。あとちょっと違う感じなんで、ちょっとこれは2015年ぐらいに描いた作品で、ちょっとタイトルがないんですけど、なんかエロティックですね。これも2015年で同じスケッチブックなんですけど、現実と妄想で、これがあのオボツカヌーデートというタイトルで、なんか自分でタイトル見て笑っちゃったんですけど、これも2015年同じスケッチブックになんかこんなのがいくつかあって出てきました。というわけで、エロティックアートっつっても同じ人が描いても、で私のことなんですけど、同じ人が描いたエロティックアートでも、これだけなんかこれだけ違うコンセプトで考えて描いたりしますし、もっとたくさんのコンセプトを持ってる人もいるかもしれないし、同じコンセプトでずっとしてる人もいらっしゃると思うし、まあ私はこういうアーティストがいますっていうことで、まあ自分の紹介なんですけど、エロティックだけじゃないんですけど、エロティックアートだけじゃないんですけど、あのアートって言ってもいろんなものがあって、そこがまた面白いんじゃないかなと思います。というわけで、エロティックアートでした。もしもっと私のビデオがご覧になりたいという方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。さようなら。